ボリス・シャポシニコフ、ボリス・ミハイロビッチ・シャポシニコフは、ソビエト連邦の軍人、軍艦区司令官、参謀総長を歴任、ソ連邦元帥、ウラルサン無役登録のチェリアビンスク近く、ズラトウストで生まれた。父は、オレンブルクコサック軍に従事しており、シャポシニコフも、軍人として、身を立てることを志した。彼は1901年に、ロシア帝国軍に入隊し、 1910年、参謀本部軍事アカデミーを卒業し、第一次世界大戦時には、カフカス敵団兵士団長、大佐まで昇進した。1917年、このような階級の将校では珍しく、彼は、ロシア革命を支持し、そして1918年5月、赤軍に参加し、最高軍事会議、ウクライナ陸海軍人民委員部で参謀職を務めた。 シャポシニコフは正式な訓練を受けた赤軍司令官の一人であり、1919年8月から共和国革命軍事会議野戦本部情報課長、同年9月から作戦局長となった。ロシア内戦終結後、1921年、老能赤軍参謀部に入り、参謀長、第一補佐官となる。1925年から1928年、 レニングラード軍管区、モスクワ軍管区司令官に任命される。1928年から1931年まで、老農赤軍参謀長、その後ぞいボルンは軍管区司令官を務めた。1932年、MV フルンゼ名称軍事アカデミー校長に任命され、その後1935年に、レニングラード軍管区司令官に戻った。1937年、彼は、 スターリンの赤軍大粛清の犠牲者、ミハイル・トゥハチェフスキーの後任として参謀総長に任命された。1940年、彼はソ連邦元帥に任ぜられた。帝国軍将校出身にもかかわらず、シャポシニコフはスターリンの敬意と信用を得た。皮肉にも彼の職業軍人としての姿勢がスターリンからの疑惑を避けるのに役立ったと思われる。 彼が粛清から生き残るために支払った代価は、トゥハチェフスキーや他の多くの同僚を破滅させることへの協力であった。スターリンの敬愛は、シャポシニコフの最も重要な著作、税1929年のうちを、机の上に常に置いていたという事実からも明らかで、ある。ソビエト連邦にとって幸いだったのは、シャポシニコフが明快な軍事思想と、 高度な管理手腕を持っていたことである。彼は粛清の後、赤軍指導部を再建するために、スターリンの信用のもと、その才能と地位を結びつけた。軍の頭脳は、以後何十年もの間、すべてのソ連軍将校にとっての筆読書であった。1939年スターリンは、赤軍の軍事力を早急に強化するためのシャポシニコフの計画を了承した。彼の計画は、 1941年6月にドイツ軍が侵攻する前には完了しなかったものの完全な破滅からソ連を救うには十分なものであった。1940年8月シャポシニコフは参謀総長を辞職した。公式には病気のためであったが、実際は冬戦争における大損害についてスターリンに責任を問われた結果であった。 1940年8月から1941年7月、副国防人民委員。ドイツ軍の侵攻に際し、彼は参謀総長に再任された。1942年5月、副国防人民委員となるが病気で辞任。その後は第一線を退き、1945年に死去するまで、ケイ・ボロシーロフ名称高等軍事アカデミーの校長を務めた。 赤の広場、クレムジンの壁に埋葬。霊人勲章3個、赤旗勲章2個、1等、スボーロフ勲章、赤星勲章2個を受章。高等狙撃戦術家程、ビストレルに彼の名前が完成られた。ありがとうございます。